この地を視察中の国際保健監査機構の理事ルブランク氏がバラヒアによって拉致された。すでに IUPF の派遣した特殊部隊により救出されたが、離脱中のヘリアッドダックがバラヒアの攻撃で損傷、航行不能となり都市郊外の工業施設に不時着している。 IUPF は彼らへ向け救助ヘリペーパーワスプの派遣を決定した。その救助ヘリの護衛をアンタラス隊に頼みたい。だが頭の痛いことにバラヒアによる石油採掘プラントの占拠も発生している。そこでまずアンタラス隊は救助ヘリペーパーワスプの都市エリアへの移動を護衛、その後採掘プラントの敵を叩く。そして要人救出後油田エリアへと戻ってきたペーパーワスプを再び護衛し、 IUPF 勢力下へと無事に離脱させろ。油田エリアでヘリを守りきれるかが勝敗を分ける。護衛対象の進路周囲に注意しつつ迅速に敵を倒せ。アンタラス隊出撃。こちら救助員のペーパーワスプ、聞こえるかい？今から迷子を拾いに行ってくるんだが、まさか戦場を突っ切ることになるとはな。まあこのギャンブルの成功もあんたらの腕次第だ。頼んだぜ IUPF のパイロットさん。救助ヘリを敵の追撃から護衛し無事に都市エリアへ送り届けろ。アンタラス隊、頼んだぞ。ヘリ前方に敵戦闘機発見。ヘリを攻撃させるな。救助ヘリは順調に進行中だ。
帯に到達した。本機はこれより都市エリアへ進入する。カノープスからアンテレス各機へ、緊急事態だ。都市エリアの生成プラントで火災が発生、パイプラインの一部が炎上している。吹き上がる炎により救助ヘリがターゲットに接近できない。そのためこちらの採掘プラントを攻撃し、パイプラインの安全装置を強制作動させる。事態は一刻を争う。頼んだぞアンタレス。アットに採掘プラントを表示しました。敵の増援部隊だ。数が多いな。アンタレス、ヘリは脱出したが護衛任務はまだ終わっていない。から救助ヘリが戻ってきた。再び西側離脱エリアまで護衛せよ。また会えたな。今のとこお前たちにかけて勝ちっぱなしだ。あとは突っ走るだけだ。まだ追ってくるぞ。大丈夫ですよ。ここのパイロットは都合で揃いです。
ライン到達。機体も問題ない。無事に帰還できそうだ。了解した。眠り姫の具合はどうだ？そりゃいいな。姫さんは眠ったままだ。断然傷一つしてないよ。よし、あんたらさい。よくやってくれた。我々も帰還する。救助されたルブランク氏の健康状態に問題はなく、特殊部隊のメンバーにも重傷者はいないようだ。ペーパーワスプの働きとそれを支えたアンタレス隊の活躍があってこそ成し遂げられたことだろう。私も誇りに思う。なお敵の航空要塞スピーダスだが、すでに中東エリアから飛び去り、トルコのあるアナトリア半島の方角へ離脱したらしい。我々も奴らの後を追って北上する。